はい、和骨。2018年2月の8日、8時20分です。よろしくお願いします。はい、和骨。おはよう。若干筋肉痛だな。ペコと魚餌変えてくれたんだっけ、のんちゃん。ありがとう。アンチを巻いたわけじゃないよ。やっぱ向いてない話をするのはダメだったなと思って。もう湧いてくんだから、あんなの。いいじゃねえかよ。俺がやりたい時にやって何が悪いんだよ。迷惑かけてねえだろ。あ、うんこの話。もうバカだから何にも分かんないから。バカだから。中卒は何にも分かんないから、うんこの話しようぜ。お前らの大好きな。うんこの話が好きなんだろ。うんこの話しようぜ。仲良く。はい、初見さんいらっしゃい。そうだね。いや、っていうかね、放送でそもそもそんな話してもしょうがないんだよ。手首ちょっと痛いね。うんことうんちの違い教えてください。知りません、うんこなんで。わかりません、中卒なんで。バカなんで、俺わかんねえわ。手首痛いね。手首痛い。おい、バカだか分かんない。おい、中卒だから。バカだか分かんない。いや、バカなんで分かんないですね。おはよう。解放、おはよう。一枠やって終わりにすっか。一枠やって。おはよう。初見です。ネット使いやすい銀行。ああ、楽天銀行使いやすいんじゃないかな。楽天銀行いいと思いますよ。いやいや、もう無理でしょう。バカだから俺。深田恭子と安室奈美恵だったら俺は断然安室奈美恵かな。俺は断然安室奈美恵だね。さっきの枠で何があったの？何もないよ。ありがとう。ハートありがとう。まあ楽天銀行が鉄板だろうな。今は最強じゃない？ SBI だっけ？どっかと競ってた時代あったんだけどね。あー、ごめん、タクシーの動画アップしてないんだよね。はい、ワードツー。ジャパンネットか。でも今楽天の方が、使いやすくない？俺はバカでいいよ。もうレッテル貼りたくてしょうがないんだよ、もう。俺がバカじゃないと都合悪い人いっぱいいるの。右の乳首も左の乳首もあんまり気に入ってないけど。ルルさん言語障害じゃない、パンチドランカーね。誕生日オフ会やってもいいよ、全然。まあ人来ないと思うけど。そうなんだよね。頭が悪いっていうことを気違いっていうことは全然違うからな。
頭がいい気違いとかさ、学者とかって頭のいい気違いなのね。なんだっけ、この前動画です、昨日動画でめちゃめちゃ面白い人見つけてさ、長沼剛さんって知ってる？長沼剛さんっていう人。めちゃめちゃ面白いな、この人と思って。久々に面白い人見つけた。あれもね、頭がいい気違いでしょ。長沼剛さんも。そう思わない？妄想なんてしてないよ。エアコメント読んでる俺。妄想なんてないよ俺。全然、コメント読んでるだけだよ。じゃあ真面目なモードの話してるときにさ、揚げ足取られると殺意湧くんだよ。殺意湧くんだよ。もうめんどくせえの。いいんだよ。うんこにはうんこの話してるくらいがちょうどいいんだよ。うんこにはうんこの話してんだよ。な、うんこしかいねえんだから、ほとんど。しょうがない。ワッチで話すべき、だから、なんだろうな。まあいいや。バカには何言ってもバカには通じないってことだよ。バカに何言ってもダメなの。それが答えだよ。さっきニムロズさんに言った通りだよ。バカに何言ってもわかんないっすよって。いや、そう。もうバカに何言ってもわかんないの。で、変わりたいやつは勝手に変わるから。それが結論だよ、俺の。頭のいいやつとか、問題意識持ってるやつは勝手に変わるんだよ。和道さんっていつもどの時間帯に配信してますか？今日初めて見たんですけど、面白かったのでまた見に行きます。ああ、フォローしてください。配信はね、毎日やってるよ。ただ時間帯バラバラだから、YouTube にね、動画全部上げてるから、放送の。YouTube 登録しておいてもらえるといいかもしんない。時間があれだったら。ゼロに何かけてもゼロ。その通りだね。いいコメントだね。本当に。ゼロに何かけてもしょうがない。ゼロだったらまだマシだよ。マイナスにかけてごらんよ。こっちまでマイナス食らうよ。立ちが悪いよ。だから、うんこに対してマイナスに対してはマイナスでカウンターだよ。そしたらプラスだろ。今まで会った人で一番怖かった人は誰？怖かった人？誰？怖かった人。特に。四つ目は、主の裏の世界の話は動画あります？主の裏の世界？主って俺のこと？何？俺の裏の世界って。裏の世界って何？裏の世界っていうのがよくわかんないね。何？裏の世界って。ドラゴンクエスト？何の話？裏の世界って。ないでもね、俺が語ってる部分じゃなくてもいっぱいあるよ。その本とかで勉強したらいっぱい出てくるよ。その金融とか工学。名前、ワドです。ワド。ワド。うんこの話ですね。うんこが喋ってるんで、俺が喋る話全部うんこなんで、よろしく。おでんとオナニーどっちの方が好き？わかんないね。わかんない。難しいね。オナニーじゃん。育ててみたい新人配信者いますか？いないね。人を育てるっていうのは俺は人間がやることじゃないと思ってて。勝手にできるやつが育つだけでしょ。できないやつはどんなに優秀な師匠がついてもダメだからね。はい、ワトツー。そうそう。
俺がうんこでうんこの話だから、俺が話す話だから、うんこの話。何食おうかな、腹減ったな。メガホンありがとう。メガホンありがとう。ドレさん、ワドさん、次の継承者が気になる。もともとね、こういう雑談こってりタイプの配信者ってなかなか生まれてこないと思うよ。っていうよりも、本来メインストリームじゃないから。いいんじゃない？俺も別に配信者として長くやっていくし。俺別にドレさんから俺継承したわけじゃないからね、言っとくけど、16号さん。大体人間が持ってる知識なんかたかが知れてんだよ。雑談難しいよ。雑談が究極に難しい。人と会話だけで面白いと思わせるかどうかでしょう。人として。人間としてこいつ面白いなって思わせられるかどうかだから、すげえ難しいと思うよ。和道って若い子よりも年上好きなの？そうだね。若い女の子は未熟な感じがするから、自分よりも年齢下の子に恋をしたことは一回もないかもしれないね。恋をするときはいつもなぜか年上の女性だね。素敵だなって思ったり、いいなって思ったりね、するのは。ああ、ぜひぜひ、15号さんよろしくお願いします。ありがとう。雑談難しいよ。何でもない話に色がつけられるかっていう世界だから。極端な話ね、何を話すかでもなくなってくるの。最終的に誰が話すかになってくるから。一回も、でもやりたいのは若い子。いや、だから、俺はセックスと恋愛は結びついてるから、完全に。性的な興奮を覚えるのが年上の女性だけだね。若い女の子でなんか、要は青臭いものとかさ、若いものってあんまり綺麗な印象がないんだよ。なんかバカを見ると殺意湧くタイプだから。で、若いってことはバカってことでしょ。未熟だってことでしょ。だから、あんまりね、好きじゃないんだよね、そういうもの。美しいと思わない。知識がある人が金儲けできるとは限らないですよね。まあ、有利ではあるんだ。100%っていうものはないと思うけど、知識があったり、頭の回転が速い人の方が有利だとは思うけど。青臭いっていうかね。うんこの話じゃなくて、うんこが喋ってるから、うんこの話ね。俺は若いものを多分染めたいんでしょう、自分色に。要は支配したいというか、抑圧されてる欲求を女性にぶつけてるから若いものが好きだってなるんだろうけど、俺はどういう、年を経てどういう成果が実ったというか、どういう果実が実ったかっていうのに関心があるから、そこからそれを吸収したい、食べたいって思う人だから。だから自分より経験値の多い人とか、もう豊かな感性を持ってる人に惹かれるんだよね。考え方、思想、生き方。だから自然的に年上の女性になっちゃうんだよね。あ、教えたいっていう欲求がないの。学びたい欲求が強いのね。だから俺はのんちゃんからいろいろ学んでるんだよね。お互い影響し合ってるとも言ってもいいけど、俺はのりこからすごいいろんなものを学んでるから。少なくとも俺より15年生きてるわけだから、15年分のデータベースがあるわけだ。
どういうところが素敵だって思うかっていうと、本当付き合っててびっくりするんだけど、感性だね。感性。それはね、IQ が低いとか頭が悪いわけじゃないの、のりこって。のんちゃんっていうのは実は俺よりもはるかに頭がいいの。脳のスペックは高いのよ。ただ言語は俺の方が言語化するのは得意なんだけど、教養とか知識で言ったらのんちゃんの方がはるかに多いのね。で、それを持っていながらも感性が子供だったりするのよ。感性がすごく子供の目線でいろんなものを捉えてるの。それになんか感動を覚えることがあるんだよ。そういうところが好きだね。子供みたいに笑うんだよ。俺より頭がいいのに。はい、どうもどうも。お疲れっす。若いってがむしゃらな魅力はあるけど、ある程度年を重ねて固まった人に人間の魅力が深まるのでよくわかる。だから多分ね、俺ね、もしかしたらなんだけど、これね、のんちゃん怒んないでよ。のんちゃん聞いてる？のんちゃん怒らないでよ。俺もしかしたらなんだけど、多分、60超えたら急にロリコンになるかもしんない。俺、その感覚ってあるの。60とか70になった瞬間、急に幼いものに行く可能性があると思ってる、俺の中で。最後、要は自分の人生が終わるときに、逆にパチンってシフトする可能性があると思ってんの。中学生とか、それは若ければいいってものじゃなくて、中学生のこの感性を磨きたいとか、こいつを育てたいっていうのは急に来るかもしれないって。それは予感がある。50、60、70とかで急になんかそっち側に希望を見出すというか。だから多分そうなると思ってるね。それは浮気をするとかそういう話ではなくて。隠れロリコンではないの。潜在的に今そういうのはないから。そういうふうに、年を取って急にシフトする可能性があると思ってる。犯罪者になる典型的なパターン。いや、でも、そういうことはしないよ。のんちゃんのファンですと公言して、のんちゃん嫉妬するリスナー。どういうこと？のんちゃんファンですと公言して、のんちゃん嫉妬するリスナーって何？捨てられる妖怪老婆。捨てないですね。そういう話じゃない。だからそういう浅はかな話だよ。要は表面的な話しか捉えられてないわけじゃん。もっと深い本質的な人間とは何なのかって話をしてるわけよ、今俺は。人間の欲望っていうのがどこに向いてるのかっていう話をしてるのに、結局性癖だけでしか今の言葉っ面を解釈できなかったのは君の教養の問題だよ、31号さん。だから僕は君に関心が湧かないの。ロリコンっていうのは一種の例えね。ロリコンっていうのはそうじゃなくて、逆に未熟なものに対して可能性を見出すかもしれないよっていう例えの話ね。例えの話。まあ君の感性と合わないよ、31号くん。偉そう。いや、別に俺は普通にフラットに話してるだけだよ。なんで偉そうに感じるの？劣等感感じる必要ないでしょ。だし、もうそもそもなんだけど、いつも言ってるけど、恋愛に国籍も性別も肌の色も、性別すらも俺は関係ないと思ってて、人が人を愛しそうっていう行為になぜ条件をつけるのかっていうのが全く理解できないね。全く。なんだろう、動物を愛するのと同じように人を愛すのが何がおかしいことなんだっていう。別に男と男は付き合って何が、傍から見て何を笑う必要があるんだと思うけど。そう思いません？人と人と、もしくは生物と生物が愛し合うのに何か理由が必要なの？
ねえ、理由なんていらないでしょ、人が人を愛するのに。人を愛することができないやつの方が俺は異常だと思ってるよ。だから25号さんすごくいい指摘なの。要はね、動物じゃねえんだよっていうことを俺は言ってんの、ずっと。要は若い女を追っかけるっていうのは動物でしょ、性欲って本能でしょ。本能を乗り越えるところに人間性がある。だからすごくいい指摘なの、25号さん。あなたはすごく知的な問いかけをしてくれてんの。俺が言ってんのそういうこと。犬とか猿なのって言ってんの。そう、わかる。多分25号さんはこれ分かってくれると思うし、だからこその問いかけだと思うの。若さを傾向がある、だからそれは動物でしょって、人間の皮をかぶった獣だっていう話よ。だから俺はそんなの動物同士でやり合えって話だ。部屋汚いね。食い物はだいぶ変わったね、15号さん。俺ね、うどん、例えばシンプルな話、蕎麦屋に行ったらうどんしか食わなかったの。今蕎麦ばっかり食うのよあの肉より魚とかさ、肉も食うけど、今トレーニングやってるから肉うまいんだけど、なんかね、俺ね、まあ、変な話なんだけど、中学の頃とか唐揚げさえあればいいみたいな、どっかに唐揚げに対する確信があったの。唐揚げさえあればなんとかなるみたいな。わかる？唐揚げ、焼きそば、カレーライス。わかる？その、唐揚げと焼きそばとカレーライスさえあれば世の中はなんとかなるって思ってた時期があったんだよ。で、正直その、蕎麦が食いたいとか、なんか、魚がうまいとかいうのは、あれはなんか、気を使ってると思ってたの。若い子に、その、息子に、愛する息子たちに、大好きな唐揚げを食べさせよう、みたいな。わかる？あ、大人ってすげえ、みたいな。こんな美味しいものを子供に譲ることができるんだ、っていう風に考えてたの。漬物がうまいとかさ。ね、大人ってすごいなって、こんなに美味しいの食べないんだと思って、俺も、そんな時が来るのかな？違うんだよね。もう、蕎麦とかさ、山菜とかさ、なんだろう。なあ、年取るってこういうことなんだっていう。そばうまいよね。ねえ、なんかその年寄り、ただ今お菓子だってさ、カントリーマームとか好きだったら今柿ピーしか食べたくないの。柿ピーとかさ、スルメとかさ。なんかね、面白いよね。まあまあ、そこまで年じゃないけど。味覚は変わるね、確かに。味覚も変わる。煮物とかなんか最高でしょう、本当に。まだ若いけど、多分ね、それをまた愛情のある話なんだけど、のんちゃんは絶対俺よりも先を越えてるわけよ。だけど俺に合わせてくれてるわけでしょ？のんちゃんは絶対に、その、俺が今欲しい、食べたいって言ってるものは食べたくないものなんだよ、多分。のんちゃん的には。だけど俺に合わせてそれをやってくれてるんだよ、黙って。でしょう、のんちゃん。そんなことないよ。そんなことない？うん、うん、のんちゃん尿漏れしてないです、やめてください。のんちゃんマック大好きだね。そうでもない時、俺はだから思ったよ、生活保護の頃、生活保護の頃ね、
なんだろうな、もう本当にさ、1日1食、まあ、700円とかだったの。で、そうなってくると、朝マックのソーセージマフィン単品を2つ頼んで500円でしょ？で、スーパーの、惣菜、半額になるから、その生活保護受けてた時、スーパーに行って、夜中に惣菜を漁るんだよ。それこそ唐揚げ半額みたいの。でも、がっつり食うの。だから、なんだろうな、こう、居酒屋行ったりとかさ、レストランとか行って、普通のことですよ。普通のこと。そういうのに憧れてたかな。そういうのに対する憧れあったな。腹いっぱい食いたいって。まあ、若い時そんなもんかな。ニコ生やる必要ってあるの？なんでニコ生に戻るの？なんでニコ生に戻る必要があるのか教えて。だってニコ生のコミュニティ200人しかいないじゃん。やる意味ないじゃん。もうだって5000人コンボ爆発しちゃってんだから。やらなくてよくない？ 本当だね。マロングラッセの好きな少年がね。ああ、ニコ生向いてる気がする？まあまあ、別に向いてないでしょ。もともとだから地盤を築いたのがニコ生だったってだけで。別にうまくね、そつなくやることはできるかもしんないけど、どうだろうね。あんまり。食費がね、1日生活保護の頃700円とかかな。だいたい700円が平均だった。まあ500円の日もあれば。700円のタバコはやめたくなかったから、本当はタバコ抜いたら1200円ぐらいになったんだろうけど、700円ぐらいだ。だからなんかこう100円でできる贅沢みたいなものは常に探してたかな。100円でできる贅沢、100円で何がうまいもん食えるかって。はい、ワード2。まあ惨めだったね。でもまあしょうがないじゃん。生かして、飯が食えて一食十あるだけで幸せよ、俺からすると。タバコは高いけどね。特殊な性癖なんかあるかな。なんかある、のんちゃん。特になくない、俺。あ、あるわ。死体で興奮してたね、昔ね。あの死体のグロ写真みたいなのがおかずだったりするから。あとね、スカトロ弛緩縦貫とかね、若い頃おかしかったね。若い頃おかしかったな、確かに。なんつうんだっけ、ネクロフィリアって言うんだっけ。ネクロフィリアだっけ。それ言わない方がいいからって前も言ったっしょ。あ、言わない方がいいのかな。結構、でも正直、だって本当にそうだったんだもん。今ないよ。でも、あのね、多分なんだけど、死体見ても普通の人とリアクション違うかもしんないね、俺は。今は別に性的興奮はないけど、まあ、引くよね、ちょっとね。引くよね。天才って異常性癖者が多い。俺は自分天才だと思ってないもん。凡人だよ。死体に興奮しちゃってたんだよね、昔。今は別にオナニーするときにそういうの見ないけど。戦争映画好きなの。とは違うんだよね。なんか美しいと思う。なんか芸術的だなって感じじゃん。なんかその、まあ、やめよう、こういう話。
多分ね、話せば話すほどリスナーさんがさーって引いていくから、やめようやめよう、まあ、そういう時期が僕にはありました。まあ、ただの変人でしょ。いやー、なんか難しいんだよ、そういう性衝動っていうのは。なんかこう、まあ赤裸々に語るとするならさ、思想を持たない肉体っていうものに、なんかこう、言葉で表現するの難しいんだけど、綺麗だって単純に思うんだよ。単純に美しいとか綺麗と思う、死んでるものに対して。で、性的な興奮を覚える。で、それは何でなのかっていうと、やっぱりそこに魂が入っていないからでしょ。そこに魂が入っていないから。あ、だからダッチワイフとか、ダッチワイフとは違うんだよな。でも、それってすごく、アニメ、例えばね、アニメとかに、アニメを描いてるのはおっさんなわけじゃん。おっさんが描いてるんだよ、綺麗な絵。で、おっさんがオナニーするでしょ。それにすごく似てるっていう話をしてて、あれは、おっさんとおっさんが、俺こんな可愛い絵描けるんだ、俺の中にこんな乙女な部分あるんだって、自分の中、おっさんの中にある乙女を最大限描いて、で、おっさんが萌え萌えって言ってるわけじゃん。あれ、おっさん同士の、俺 BL だと思ってんの。なんかこう、間に、可愛い女の子っていうメタファーがあるんだけど、それは実はおっさんとおっさんの妄想とおっさんの妄想が噛み合って、おっさん同士がオナニーし合ってる状態だと思うのよ。で、俺はその究極の逆バージョンだと思ってて。わかる？なんとなく。生きてる人間に希望を見出せなかったんじゃなくて、単純に美しいと思ったの。で、死のアートっていうものはあるんだけど、死を連想させるようなものっていうのは。だからそれはやっぱり青い色っていうか、なんていうのかな。そういうものはやっぱ美しいなと思う。なんだそれってわかんないかな、こういう感覚って。バトルロワイヤル的なものではないね。もっと、ぐちゃぐちゃしてるものだね。下品だね。うんこの話だからね、タイトルが。いや、もともとおかしいんだよ。もともとおかしいんだよ。死体とセックスするのって実はね、法的に裁けないんだよ。なんでかっていうと、死体に人権はないから。面白いでしょ。だから法律の範疇を超えるの。そこも面白いと思ってんの。死んだら人間としての人格は扱わない。これ道徳の問題になってくるの。例えばだから、のんちゃんが今この場で死んで、のんちゃんのことを愛してると。俺が死ぬ前に最後にセックスしようって嗜患をしましたって犯罪じゃないんだよね、実は。違法じゃなかったような気がするんだよね。西村晴美？わかんないな。西村晴美わかんない。まあ難しいよ。性癖の問題だから。器物破損になるのかな。器物破損になるの。器物破損、物として扱うってこと。誰が訴えるの。麻酔で眠ってる女性は違う。俺の中でサスペンスドラマ、わかんない。好きなのかな、わかんない。サイコパスなのかな、どうなんだろう。あれは俺は分かんないよ。俺も全く頭おかしいやつの考えでしょ。死体損壊は罪。てめえがうんこだろうって。うんこの配信だから、自ら言ってるじゃん。うんこの話だから。てめえがうんこだろうって、うんこの話ってちゃんと伝えてるじゃん。いやいやいや、52号さん、うんこの話ですよってちゃんと言ってるじゃん。
配信やめろじゃなくて、うんこの話っつって見に来てんでしょ、うん、なんとなくだけど和道の場合は無条件で自分を受け入れてほしいっていう願望がそこにあるところない、そこにあるところじゃないじゃん、ずっとそれを表現し続けてんじゃん、ずっと言ってるじゃん俺、無条件に俺のこと愛してよって言ってるじゃん、ずっと言ってるよそれは。配信始めた理由もそうだし、俺のライバル赤ちゃんだっつってんの、一体どこのうんこだっつって母親に、ああそれはねすごいあると思う、すっごい根の深いところにあると思うよ、あの母親に愛されなかったっていうのはすっごいところにあると思う、うん、何のために生きてるんだ、知らねえよ、生まれちゃったから死にたくねえから生きてんだよ、死ぬのが怖えから生きてんだよ、何のために産んだのかは知らんよ、そんなもんでしょ、うんこってなんで臭くなるかわかる、食べないためじゃない、永久期間でしょうんこがうまかったら永久期間でしょ、ネクロフィリアって無条件で自分を受け入れてほしい願望が根底にある、ああそうなんだ、うん、あるだろうね、うん、あだから俺の中学2年生の時の持論ね、これ今はそう考えてないんだけど、中学2年生の時に俺が考えたトゥルーラブ、真実の愛は好きな子のうんこ食えるかどうかが基準だったの。だから俺はあの大好きな彼女が中学2年生の時にいたんだけど、その時に彼女に言ったのが、俺は君のうんこ食えるよって言ったらすげえビンタされたからね俺は本当に真面目に、俺は真剣な顔して話聞いてくれっつって、俺は君のうんこ食べれるよっつったら思いっきりビンタされたから俺の最大限の愛情表現だったのに、なんで俺ビンタされたんだろう。いや俺の中では中学2年生の時はもう君のうんこを食べることができる男なんだっていうのは、こんなに愛してるんだよって君のことをってこんなに君のこと愛してるんだよって、うん、っていう意味だったんだけど伝わんなかったね、うん、ビンタじゃ済まないの普通は、うん、まあ結局食べたことは一回もないけどね、うん、あすいません、朝ごはん食べてる、のんちゃんのうんこか、のんちゃんうんこ食べてほしい、食べて、そうか、来たかついに、ついに来たか、食べるか、食べるか今度、そうだな、食べるしかねえな、これは引けねえよ、引けねえよ、あー食べよう、配信外で食べよう、いやそういうことでしょ、これ食べなきゃ嘘だから、今度ちょっとうんこ食ってみるか、のりこの、うん、いやでも配信外でやるよ、配信外だよ、完全プライベートでしょ、なんで配信載せる必要があるんだよ、うん、でしょ、配信外だよ、バンになるから、ラジオ配信でもやらないよ、まあでもまあそうだな、うん、そういうことだな、調理法なんかないよ、ダイレクトだよダイレクトでしょ、和道のうんこ食いたいって女現れたら食わせる。あー深いな、深い話になってきたな、とことん深い話になってきたな、腰つべアップしないバンでしょそんなの、仕事だから、遊びじゃねえんだよ、恋愛も配信も遊びじゃねえんだよ、あー日によるね、日によるね、うん、なにそんな量食わせんの、ソフトクリーム方式お前らとんでもない量を食わせようとしてないなあ、57号さん、なにそんなにお前本気本意気のお前とんでもない量食わせようとしてるだろう、かよ、うん、
俺の想像の域を超えてきたな。半端ねえな、お前ら。いや、俺はのりこのこと愛してるかな。俺はのりこのうんこ食えそうな気がするな。食えなかったら偽物でしょ。食えなかったらね。いや、俺はそこは逃げちゃダメな気がすんな。いや、のんちゃんに食べてって言われちゃったかんな。いや、運営も引くだろう、それは。でも、それはやっぱり、ね、中学2年生のね、やっぱ、恋愛を超えていかないといけないから、うんこ食っても死にやしねえだろ。鮫島さん食ったんだもん。まあ、でも鮫島さんは自分のうんこだからな。おしっこは飲むけど、うんこ食うのはあんまり聞いたことないね。うんこ食うのは俺もさすがに聞いたことねえわ、あんまり。お尻の穴なんて舐めたことあるって、お前、俺和道だよ。55号さん。俺和道だよ。あるでしょ。お尻の穴は舐めるでしょ。そうなんだよね。あのね、食糞って言うんだっけな。うんこを食う、あの、うんこを食わせるプロがいるんだよ。そう、食糞っていうのかな。あのね、3日間とか4日間とか、なんか、長い人は2週間ぐらい腸内環境を整えるんだよね。究極の愛の形だからな。究極の愛の形だからな。ペロリストっていう言い方やめて。トーンするね。神秘っていうか、だからそのなんだろうな、神秘うんこって神秘なん。だんだん偏差値下がってきたな。食いつき方が半端じゃねえな。さようなら。うん、さようなら。フォロワー減ったんじゃないの。大丈夫、花火さんじゃない、大丈夫。ちょっと待って、花火さん、あー、フォロワーが減ってる。あー、フォロワーが減ってる。大丈夫かな。もうやめようぜこの話。仕事に支障をきたすよ。やめようぜ、ざまじゃねえよ。花火さんがいなくなっちゃうよ、自分の性癖語ってたら。やばいって、マイナスしか起こってないって。やべえよ、これ。やだやだやだ、もう取り返しがつかない。何ピッピピッピ。俺か。最高に面白くないでしょ。花火師がいなくなっちゃうよ。みんなうんこ好きなんだね。花火師は青山のところにいたの。TCP 半端じゃないよね。俺の配信よりもさ、TCP の方がよっぽど宗教だと思わない。よっぽど洗脳だと思わない。思わない。俺さ、よくさ、教祖かよとかさ、洗脳してリスナーを洗脳とか散々言われてきたけど、TCP の方が宗教だろう、どう考えても。思わない。TCP ってあれなんか宗教団体でしょ。教祖様でしょ。俺にそんな能力ないよ。いや、今度見てごらん。黄色いコメントすげえよ。半端じゃないよな。あ、TCP は薬にも害にもならない。ただ経済効果は半端じゃないよ、TCP 今。誰がハマってんだろうね、シャンピンに。どの層なんだろう。 T
TCP 全員集めて TCP ドキュメンタリー撮りたいもん俺。TCP ドキュメンタリー。うん。花火ないよ。やめとけ。花火には触れるな。タブーだよ。俺の配信でもう花火の話やめろよ、もういい加減。もう、俺が一番気にしてんだよ。突っ込むんじゃねえよ、イライラするからよ。ほっとけよ。もう15分で終わるからよ。楽しくうんこの話で終わらせようとしてんだからよ。いいじゃねえかよ。なんで突っ込むんだよ。最後気分悪いな、ほんとに。しょうもない。いいじゃねえか。金金してない配信で綺麗に終わろうとしてたんだから。なんでわざわざ人の傷口えぐるようなこと言うんだよ。ねえ、誰がうんこの話とかお前死体見て興奮してたやつに花火投げんだよ。じゃあよ、じゃあ聞くよ、彼女のうんこ食うやつに誰が花火投げんだよ。どこにそんな物好きな女がいるんだよバカ野郎。俺今からカノン飲んじゃう、うんこ食べるっつって、うん食べてっつって、誰が花火投げんだよバカ。投げるわけねえだろ。うんこ投げんな。花火の数はマンスリーポイントを参照。そうだね。まあ、関連性はあるね。下手くそ？リスナーの扱い？下手かな？まあ、下手だからこうなってんだろうな。マンスリー下がるでしょ。だってみんなが投げなかったら下がるよ。みんなが投げたら上がるよ。ただそれだけだよ。そんなシンプルなことないでしょ。みんなが投げたらマンスリー上がる。みんなが投げなかったら下がる。ただそれだけだよ。うん、こんなシンプルな理屈ねえだろ。うん、ありがとう。33号ありがとう。僕 B 型ですね。うん、次はションベン。いいよ、もう寝るよ。ありがとう。拗ねてるんじゃなくてさ、もうエンディングに向かってるわけですよ。綺麗に終わろうよ、一日の終わりは。毎朝9時にね、こんな血圧上がる配信やってんのも地獄に落ちるよ俺は。ありがとう、55号。 TCP はうんこの話しないで。あー、イライラしてきた。確かに。テルはうんこの話しないもんね。確かに、確かに。うん、テルはうんこの話しねえな。うん、俺はそうだね、男性リスナーがやっぱりね、男性と主婦だよね。なんだかんだメイン層って男性と主婦なんだよね。なんだよこいつの音つやなんだよな。盛り下がったんな。もしもし。おはようございます。おはよう。元気しましたか。元気だよ。え、要件言って。要件のない、要件のないの辛いんだって。要件言って。要件ない時に電話かけてこないでよ。要件あるよ。何要件は。大手の和道さんとお話がしたい。いやいや、それはあのお前の用事がないならかけてこないでほしいんだよ。用事があります。何よ用事は。え、なんでフィギュアを伸ばしてるんですか。ああ、もうくだらない、くだらない、くだらない。うん、ああもうなんでこんなんばっかりなんだろう。くだらないよ本当に、くだらない。まことまことまこと、なんでこういうさ、配信者で有名になりたいって言ってさ、こんなことやってどんどん自分の評判下げてるだけじゃん。文鳥ね、自分が面白くないのをどんどん広めてるだけなのにね。この配信見てて誠誰っていうのはよくわかんねえな。ゲージしてパンツ濡らしたらどこで洗おうかな。どこでもいいんじゃん。
分譲うるさくないよ、うん、今聞いた通りぐらいの音量最大。なんだろうね、絶望的な面白くなすだかんな誠は、うん、大阪のドキュン、そうそうそう大阪のドキュンかっつってでね、誠も自衛隊上がりなんだよ。タクシーも自衛隊上がり、誠も自衛隊上がりでしょ。2005年から応援してんの。2005年俺別に配信やってないけど、大阪のノリ俺も嫌いだわ。いや自衛隊の、うん、自衛隊批判じゃないけど、ちょっとなんかね、うん、国防層、自衛隊を批判するのも自衛隊員を批判するものではなくて、国防の最重要な要で超重要な、国として一番ね優秀な人たちが集まらないといけないような国家の要なんですよ自衛隊って。大丈夫かってならない？わかる？言ってる意味が。その自衛隊批判ではない、自衛隊員批判でも国批判でもなくて、大丈夫かなってなるの。誠とタクシーを見てると、誠とタクシーがこの国守れんのかなってなるの。まあ務まんなかったから辞めたから、まあある意味自衛隊が優秀だとも言えるのか。そうかそうか、そういう捉え方ができるね。32号ありがとう。そうだね、務まらなかったから辞めたんだもんね。確かに軍隊にはバカもいないとなんつってうん、大阪の女ってね、違うんだよ、美人はいるんだろうけど喋り方で下品に見えるんだと思う俺大丈夫かな、いろんなもん敵に回してんだこの枠。大阪の女は美人はいるんだよ、ただね喋り方でアホっぽくなるんだよ、わかる？だから美人がいないように錯覚しちゃうんだと思う、わかるかな、なんとなく。捨て駒も重要。大阪って美人いないんだ語尾に知らんけど、うん、関西弁ね可愛いんだけどね、うん、あでも福島の郡山はマジでびっくりするぐらい美男美女だよ。駅降りた瞬間びっくりしたもん、男イケメン女美女、何なのあの福島の郡山。行ったことある郡山、マジでこれネタじゃなくて普通に美人率高くて、光くんに言ったもん、なんで郡山こんなその美男美女多いのって、あ有名っすよって言ってた。これね多分福島に行ったこと、郡山に行ったことある人は分かると思うけど、有名らしいよ、なんか地方あるあるらしい。まああと水戸のひどさいわゆる水戸の、水戸のやめよう、いろんなもん敵に回してる、やめようやめよう、うん、大阪の人は苦手だな、ノリが苦手だもん、ノリが苦手。あ郡山すごいんだ、郡山にいるブスな私はどうなるんだよって。いや多分本人が気づいてないだけで、周りからしたら美人なパターンとかあるんじゃないの。大阪のおばちゃんはもう逆にいいじゃん、大阪のおばちゃんは名物だから、うん、いや水戸はすごかったなうん、ダウンタウンはあれでしょ、尼崎だからね、あの兵庫だからね、うん、こうえ群馬がひどいイメージ、埼玉、埼玉、あいや意外なんだけど、俺らはそんなこと思わないんだけど、
千葉って女可愛いってみんな言うよね。東京から来ると千葉の女の子可愛いってみんな言うんだけど、それあるの？それはどうなの？なんかね、東京からその千葉で経営者が来ると千葉可愛い子多くないってみんな言うんだよね。ないよね。そうっすかっつって言わないよね。千葉駅に来るとみんな言うんだよね、千葉の女の子可愛くねって。全くないよね。よかった。これ旅結構言われんだよ。いや、千葉に来ると言われんの。千葉の女の子レベル高くないみたいな。まあ、岩手秋田は本当に美人多いかんね。本当の美人だからね。北海道も美人多いと思うけど。延長しないよ、もう。もう終わらせてよ。もう終わろ。もう終わろ。15号さん。もうずっと夜中から喋ってるから。うん。美人犬だらけ。田舎は老婆しかいない。B 型は美人多い。うん。そんなことあんのかな。しょげたわけじゃないけど、もう無理でしょ。おはよう。日本人、俺そんなこと思わないけどね、日本人結構綺麗だと思うよ。ほら、韓国人の美人ってあれ整形じゃん。あ、でもね、中国の美人の多さっていうのは、あれはね、ちょっとずるいんだよ。人口が多いから美人が生まれる確率が高いってだけだと思ってる。だから中国人ってとんでもない美人いっぱいいるんだよ。ただでもそれ確率の問題でしょっていう。延長？最近窓の放送はまってきた。ありがとう。フォローして。うん、最後にうんこの話。いや、もううんこの話散々したでしょ。B 型は遊牧民族なんだ。へぇ。混血の率もあるだろうね。うん。確かに。狩猟民族は O 型なんだ。へぇ。ロシア人とか、どうだろう。俺はアジアが好きだけどな。アジア人で日本人は特に綺麗な人多いと思うけどね。可愛らしいし、日本人好きだけどな。日本人良くない？女性は綺麗で、尽くすし。綺麗だよね。俺は日本好きだよ。うん、左手ありがとう。うん、ちょっとね、直す。うん。うん、中国と欧米のミックスはアジアの美人が生まれる不思議。ああ。そうそう、老化が早いかんね。子供の頃天使みたいなんだけどね。白人は、固定しといた方がいいけど、痒くてさ、かぶれちゃってるから。あと、うっ血するんだよね。あと、やっぱ、その、あれだよね。あの、混血が混ざりやすいエリア、あの、なんだっけ、ロシアの東ティモールとかさ、あと、ウクライナとか、とんでもない美人だもんね。もうヨーロッパからロシアから、アジアから全部混ざるから、終わりるよ。じゃあみんなお疲れ様。フォローよろしく。お疲れ。おやすみ。今日もありがとね。楽しかったよ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。